じゃあ入れまーす、はい、今日は、昨日釣ったエソっていうやつをね、あ、もう入れていいよね、あのじゃあ、昨日だよミンチにしました。ちょっと丸くっぽいよ。こちらのつみれっぽい鍋で、それをどうやって丸くすんの、手でこのこねくんです。いやいや、気持ち悪いですよ。なんかこのスプーンのまんまでさ、もういいんじゃないですか。鍋の口でポンって入れて、ポンって入れて、これ何何エソと何が入ってる。エソと豆腐、豆腐優しく入れてる。豆腐も一緒に入ってるんだよ。一個だけ自分の分だよ。いや、みんなで回しながらやるんじゃないの。これそういう感じなの。そういう感じなの。はい、やっていいよ。全部やり。あ、じゃあトラマスクさん最初。あ、じゃあいただきます。おい、食べんな。これ匂い濃くない。こいつが味濃くしたんよ。よしだって誰もストップって言わないから。ストップ、待って、俺もやらせて。やだ、俺にもやらして。次のメンバーゆかっていいよ。自分の名前は言わんなんで、人の名前は言うの。ああ、はい、入りました。何かあったら小松さんの。俺さ、最初さ、魚団子って聞くからさ、あのいちご大福みたいにさ、あのいちごの大福の中にお魚ボーンって頭ごと入れるみたいな感じ。あ、そういうこと。そう、だから、おえ、気持ち悪いって思ったら。発想面白いな。つみれだったわ。そうそう、つみれつみれ、そういうことですよ。あ、言ったら神。あー、かかりましたけど、今僕に。ごめん、笑い方よ。全然声高いもんですから。これ高いもん。